淀ド駅は京都府京都市伏見区淀池上町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH27。近くに淀車庫がある。また京都競馬場の副駅名がある。北隣の中小島駅とは駅間距離が 4.4km 離れており、京阪電鉄全線では最も長い。京阪本線建設時。 明治大水害を受けての大規模な河川改修の時で、淀駅周辺は大規模な設計変更がなされて、作られた。開業後も、大正大水害、室戸台風、昭和28年の台風13号などで被害を受ける水害の常習地帯だった。地上駅時代は、淀城市の旧本丸南東部に立地していた。高架化に伴う駅の移転を機に、京都市は、 淀城石公園を再整備する基本計画を立てている。高架化が決定されたのは1978年以降地元自治会より幾度となく京都市京阪電鉄日本中央競馬会に淀駅の高架化の要望が出されたことに起因する。これは淀駅周辺の踏切に起因する周辺道路の交通渋滞の解消だけでなく京都競馬場の観客による混雑。 マナー違反や迷惑行為の対策としての性格もある。高価化工事の事業費の6割を JRA が地域環境改善事業として負担し、残り4割は京都市と京阪電鉄が接班した。駅には競馬場に直結する出入り口が設置された。1996年京都市、京阪電鉄、JRA が共同で淀駅の高価化と、 周辺整備の事業化の調査を始めると、競馬場と淀駅間の飲食店、コンビニなどが、駅の競馬場前への移設は、死活問題と反対し、高架工事で立ち退かなければならない店舗が、大体値を要求するなどしたが、1999年8月に、都市計画決定を受けて、同年12月事業認可を受け着工された。その前段階として二千六年四月十六日の、 京阪線ダイヤ改正時に合わせて、下り線改札口が約300メートルで町柳方面に移転された。それに伴い、相対式、島式の複合型2面3線のホームが、相対地取り式の2面2線のホームに変更となった。これにより、淀車庫から当駅で折り返して、下り列車になるという運用しにくくなったことから、当駅始発の下り列車は平日は、 初発の準急一本、休日は準急二本のみになり、それ以外の始発列車相当分は、くずの葉駅始発やで町柳駅、三条駅始発に変更された。また、淀駅始発の下り臨時列車に関しては、淀車庫から中小島駅四番線、または同駅留置線に改装され、折り返しあたり駅へ改装する運用となった。 競馬開催時に運転されていた臨時列車も一部減便され、急行の臨時停車や、準急の増発などで補充している。なお2008年10月19日ダイヤ改正より、快速急行の運転と当駅臨時停車が開始され、同ダイヤで運転本数が大幅に縮小された、急行の代替としての役目を担う。2009年9月12日の初発より、 下り線が高架線に切り替えられた。地上3階建ての構造で、改札口を2階に、プラットフォームを3階に設置する。また下り線の駅は、京都競馬場とデッキにより直結された。続けて、上り線の高架化工事が続けられ2011年5月28日に、上り線も高架化され3カ所の踏切が廃止され、同時にダイヤ改正。 上り線ホームの300メートル移設による営業距離の変更に伴う料金改定が行われた。また同日のダイヤ改正で快速急行が大幅削減されたのに伴い、快速急行の臨時停車に代わって、土休日に夜土四十二とする休行が設定された。なお、上り線降下化後も地上線後に一番線が建設され2013年1月から使用開始し、 残る淀車湖への引っ込み線やバスターミナルの設置、周辺道路の整備も含めた工事が2013年度中に完了、大阪側の高架下に時間が支駐車場が開設された。その後2014年秋の特別ダイヤより、当時は特別ダイヤ実施時の片道のみに運転されていた、快速急行の当駅への臨時停車が、競馬開催日及び場外馬券発売日のみ復活した。 2016年3月19日改定より、特別ダイヤ実施日以外の土曜、休日ダイヤでの快速急行の運転が再開され、この快速急行についても、特別ダイヤ実施当時の臨時停車を引き継ぐ形で、競馬開催日及び、場外馬券発売日に臨時停車を実施している。島式の複合型にメニュのホームを持つ、高架駅。中央が、本線、両サイドが、 会避線として使用される。現在の駅舎は2009年9月12日の下り線の高架線化と同時に開設され、淀ド橋寄りにある通常の改札口に加え、出町柳な寄りに競馬開催時の名えをする臨時改札口がある。近年の1日あたり利用客数の推移は下記の通り、急行は基本的に当駅を通過するが、 当駅発着列車のみ停車する。朝ラッシュ時、夕方、夜には当駅発着の急行、準急、普通が設定されている。朝、夕方には、通勤準急、準急、普通の優等列車の退避が行われる。京都競馬場の最寄り駅となっており、場内、場外の競馬開催日には、利用客が多いことから、古くから急行が当駅に、臨時停車していたが、 2008年10月のダイヤ改正により、急行に代わって、新設の快速急行が当駅に臨時停車するようになった。しかし2011年5月のダイヤ改定では、快速急行が競馬開催の時間帯に運転されなくなったため、淀ド橋駅方面からは、葛野ノ駅発着の急行の一部を当駅発着の臨時列車として延長を運転する形で対応しているが、 出町柳駅方面からは、臨時停車や臨時列車の運転は行われず、通常通り準急、普通のみの停車となった。その後2014年秋より開始した毎年春と秋の土曜日と休日に、実施の特別ダイヤでは、午前中に、淀屋橋発の快速急行が設定されているが、特別ダイヤ実施日が、中央競馬開催日と重複する場合に限り、 その快速急行を当駅に臨時停車している。これにより、特別ダイヤ実施日に中央競馬が開催される場合のみではあるが、3年ぶりに当駅への快速急行の臨時停車が復活した。ただし2016年3月19日ダイヤ改定より、通年使用可能なダイヤにしたため、特別ダイヤは廃止されたものの、快速急行の臨時停車は継続して実施されている。 2017年2月25日のダイヤ変更では、土休日午前中の上り快速急行が急行となったため、当該時間帯は急行が臨時停車を行う。2020年から行われる京都競馬場の大規模改造工事に伴い、臨時停車は2020年6月28日より中止。競馬終了時間帯には当駅発の定期列車が、 設定されているものの、日によっては、臨時列車が設定される。過去には、ディープインパクトが、菊花賞に出走した2005年10月23日に、駅ホームの安全性を考慮して、淀屋橋行き駅特急4本を急遽臨時停車させた、ことがあった。なお、2008年10月26日には、菊花賞開催により、他客が見込まれたため、淀駅始発の臨時特急が1本初めて、 運転された。その後も、同年11月18日や、翌年5月2日、5月3日など数度の運転実績がある。この時の発車メロディは、かつて、京阪特急の発車時に採用されていた、フィガロの結婚である。2014年2月8日より、各社とも、駅前ロータリー内に移転し、停留所名は、京阪淀駅に統一された。ありがとうございます。